どうもキツドラです。皆さんユニクロお好きでしょうか？僕は大好き。 Repeat after me. ユニクロ大好き。皆さん知ってると思うんですけど、ユニクロの服ってマジで安いんですよ。それでいてデザインもいいし、生地とかも着やすくて非常に高品質っていうわけで、まあ、それはスコッティッシュフォールドにもなるわけなんですけども、まあ、まさにコスパ最強ということで僕もよく利用させていただいております。ありがとうございます。今回はユニクロさんの方で T シャツをいくつか購入したので紹介していきたいと思います。でもう6月になって北海道もだいぶ暑くなってきたんで、まあ、今シーズンの部屋着レギュラーとして活躍してもらいたいと思います。この前なんか本当に39度とか記録してて、日本で一番暑いみたいになってて、まあ、北海道最強北海道最強って言われてたんですけど、まあ、Twitter 見てたらどうやら松岡修造さんが北海道でテニスを教えていたようで、まあ、太陽神説は本当なんだなと思いました。はい、ということで早速見ていきましょう。まずはこちら、大人気ゲームスプラトゥーンよりリンクの T シャツ。白の生地に明るめな緑とピンクのインクで夏にぴったりな爽やかなデザインになっています。サイズ感はこんな感じ。僕の身長が170センチくらいで T シャツのサイズが XL です。部屋着は大きいサイズが好きなんで、まあ、2サイズくらい上のものを買ってます。今年の夏はこの T シャツを着てスプラキッズをボコボコにしていき、2着目はこちら、同じくスプラトゥーンよりジャッジくんとコジャッジくんです。試合の最後に勝敗をジャッジしてくれる猫ちゃんですね。ゲーム中で登場しているキャラクターです。公平なジャッジメントを下すべく背中には正義の2文字が刻まれています。続いてはこちら、大人気狩猟ゲームモンスターハンターのお肉 T シャツです。生肉、こんがり肉、焦げ肉がプリントされております。これだけ XL の在庫がなかったんで、まあ、泣く泣く L サイズを購入しました。僕もこの夏はこれを着て、まあ、北海道らしく熊と戦ってこようかなと思います。最後はこちら、スプラトゥーンの黒い T シャツですね。これだけ胸ポケットがついていて、そこにプリントがされているデザインとなっております。僕白い T シャツが好きなんですけど、全部白だと味気ないなと思って黒も買いました。ですが間違って同じのを2着買ってしまいガチで萎えました。1着はお母さんにあげてケチャップとマヨネーズで何割バトルでもしようかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。だいたいどれも1着990円で、モンハンだけ1500円だったんですけど、まあ、それでもかなり安いかなと思います。でユニクロさんの公式のアプリを取れば、まあ、実際に自分でネットで注文して商品を届けてもらって、でそこでお金を払うっていう、特にカードの登録とかもなくコンビニで払う必要もなく、まあ、引きこもり歓喜な買い方もできるので、ぜひ試してみてください。で、まあ、今回は僕が4つしか買ってないんですけど、他にもまだまだたくさん種類があるので、ぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけね。